正面にいます。直接よりは何か入れていくのか。右足蹴ってきた。直接、そしてヘディング決まった。1点先制は長野。中のボール、水谷から佐藤、ふわりと浮かしたボール、ゴール前、山本。前線2枚、三田と山本、プレスに行きます。山本ボールを奪いました。三田オーバーラップ、シュートに行った。九州の守備対応、リューク抜け出した。リューククロス、ファーサイド、ヘディング、山本。相模原は、さあ山本、ゴール左隅決まりました。あとはクロス、速いクロス、山本ヘッド。これで自身7点目。また山本無人のゴール。引き分けはありません。